チャーさんのギターサウンドですか、音作りのポイント一番重視は何でしょうか。あの歪みすぎないけどやっぱり歪んでるトーンが大好きなので、そうですね、もともと子供の時にそのエフェクターなんていうのはなかったわけで、そのアンプを調節していくことによってどういう風な音になるかっていうところで音はずっと子供の時から作ってきたんで、基本的に俺は例えばね、人のセッションを見に行って、それで、あ、今日はたまたまチャーがお客さんに来てるんでって弾いてくださいなんて言われて、まあ調子に乗ってステージ出てやったりするときに人のギター借りて人のアンプ借りるんですけども、気がついたら自分の音になってますね。それは全然自分が使ったこともないアンプだったり使ったことがないギターであっても、だいたいそのやっぱりフルボリュームにすると歪んでフィードバックギリギリのところ、まあアンプにもよるんですけどね、楽器にもよるんですけども、やっぱそれはどうしても僕の場合はカッティングリード弾くだけじゃないんで、カッティングをしたいっていう基本があるんで、エフェクターで最初から歪んでると、例えばそういうスモーキーみたいなのをこれを仮にエフェクターで歪ますとこんなっちゃうじゃないですか。そのやっぱコード感がないというのが好きじゃないんで、やっぱこの辺がクリーンな、でもやっぱリード弾くときはなんかこう、あとこのやっぱり歪みっていうか、これ辺のこの音の伸ばし方はもう握力かもしれないですね。これはもうこういう右手使わないでもこの鳴らす感じっていうのは、そのエフェクターを使わない世代の人たちは結構その辺の、まあ、特にブルース弾く人なんかは、左手一本でこうってやっちゃいますね。このだからこっちのやっぱり力が強いの、左手が強いのかもしれないですね。そこは地次いきます。